皆様こんにちは。バイオリンの小池彩香です。音楽家の応援プロジェクト、未来を作る音楽家たち、ラジオインタビューが始まりました。今回はバイオリニストの橋本ゆりえさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まずはゆりえさんのプロフィールをご紹介させていただきます。東邦学園大学音楽学部バイオリン専攻を卒業後、東邦オーケストラアカデミー研修課程を修了。現在ではレコーディング、ソロや室内楽、オーケストラへの参上などフリーランスで演奏活動をしながら、品川ジュニアフィルハーモニーオーケストラや弦楽器専門店リジカーレ音楽教室などで後進の指導にあたり、ソナーレアートオフィスでお手伝いを始め、コンサートが出来上がるまでの過程を勉強していらっしゃいます。コンサートが出来上がるまでの過程というのは、具体的にどのようなことを学ばれていらっしゃるんですかね。私ができることはまだそんなにないんですが、チラシをいろんなところに送る、楽器店とか音楽大学とか、さまざまなそういう音楽に関係するところにチラシを送る、そして問い合わせがあったチケットをお客様にお送りしたりとか、あとはチラシの構成とかホールの許可書の手続きと作成とか、これはまだ私はやっていることではないんですけれども、出演者のリハーサル日程の打ち合わせや手配ですね。はい。それはなんで学ぼうと思われたんですか？その会社の社長さんが産休に入るスタッフがいるから、その間手伝ってくれないかというふうに言われて、で、それがきっかけで入ったんですね。なんですが、もともと私コンサートの裏方とか、そういうの興味があって、日に日にのめり込んでいったという感じで、今はコンサートを作る過程を勉強させていただいているなという思いで仕事をしています。はい。ありがとうございます。では、早速インタビューに移りたいと思うんですけども、はい、まずはじめに、なぜゆりえさん、音楽家になろうと思ったんですか？はい、両親が音楽家で、家にピアノがあったので、きっかけもなく、当たり前のように、音楽に触れ合っていたということですね。それで、母がよく共演していたバイオリニストの方に、4歳になったらバイオリンを持っていくと言われたらしくって、で、まあ、それがきっかけで、4歳ちょっと過ぎた頃から、バイオリンを始めたそうです。私は中学から、音楽中学行っていて、音楽高校に入った時はもう音楽高校まで親にこれだけお金を払わせているんだから、音楽家以外の職を考えたことはなかったんですね。まあ結構そういう理由も大きいかもしれないです。ご家族が音楽やってらっしゃったら、結構もう毎日じゃあ音楽が聞こえてた感じですか？そうですね。両親のその演奏以外にも生徒さんとかいっぱい来ていたので、歌の人とか、あと指揮の生徒さんとか、あとその母がピアニストなので、室内楽の演奏とか、家でももちろんそのように音楽は溢れてましたし、両親の職場に小学生の頃とか連れて行かれて、ある歌劇団の練習場所だったんですけど、まあ、小学生なのに、まあ、夜10時ぐらいまでその場所の地下室とかで、練習室があるんですけど、ピアノを練習したりバイオリン練習したり学校の宿題したりっていう生活ではありました。じゃあ本当に音楽に囲まれた、ね、生活を幼少期からされていたということで、その中で音楽を苦しいなとか、はい、やめたいなって思った瞬間とかありましたか？多分生活の一部になりすぎてしまっていて、音楽というものが、怖いとか辛いとかっていうそういうことはあったんですけど、やめたいというふうに思ったことはなかったんですね。そのむしろ社会人になってから、自分の実力とか、あと理想と現実の違いなどに直面して、あ、辛いな、やめたいなっていうふうに苦しい思いはしました。
じゃあその中で今回、まあ、新型コロナウイルスが本当に流行しているんですけども、その仕事の影響っていうのはどのくらい出ていらっしゃいますか？私は3月はライブとか発表会とかジュニアオーケストラを指導しているんですけども、そのジュニアオーケストラの定期演奏会とか影響が出ず、もちろん自粛はあったんですけれども、どれも実施されて、友人の結婚式にも参列したりとか、まあ、亡くなったのは演奏の仕事が1件と、自主公演を予定していたんですが、それが延期になった程度でした。で、大きく影響が出始めたのは、3月末頃からで、もう、それからは、毎日1件から2件の中止の連絡が入って、4月に予定していた旅の仕事もなくなりまして、音楽事務所で主催しているコンサートもどんどんなくなっているので、そちらの仕事もまあなくなり、まあ、テレワークになったという状況です。なので、かなり4月は大きく影響が出てます。今一番辛いのは、まあ、自分が関わらなかったにしても、8月頃までのコンサート、音楽イベントなどがどんどん中止になっていることが、一番辛いです。っていうのは、まだ4月なのに、あと何ヶ月この状態が続くんだろうと思うと、頑張ってこう前向きに明るく毎日暮らそうと思っているんですけれども、まあ、どうしてもだんだん辛くなっていくところはあるなという状況です。じゃあその中で、まあ、ちょっとこういう状況ではあるんですけど、これからちょっとどのような音楽活動を通じてどんなことにチャレンジしていきたいですか？はい。先ほどライブとかって言ったんですけども、去年ぐらいですかね、アマチュアのジャズのピアニストの方にお誘いいただいて、ジャズのコンサートに、まあ、ジャズのライブに出演するようになったんですよ。で、まあ、それがきっかけというのもなんですけれども、まあ、ジャンル問わず、挑戦していきたいなっていうふうに思いました。クラシックだけではなく、ジャズやポップス、ゲーム音楽など、まあ、どれも全て音楽であることには間違いないので、どんなジャンルでも、自分が精一杯表現できるように活動していきたいなと思いました。そして、私は、音楽家というのは俳優であると思っているので、自分がどういう境遇に置かれていたとしても、目の前にいるお客さんに、感動とか興奮を与えられる存在でいたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、では、そのためにこんな支援が欲しいとか、このような力を貸してほしいなどあれば教えてください。音楽家は良い勉強するためにお金がかかります。そして、良い活動をするためにもお金がかかります。ですが、私が通った音楽大学というところは、楽器の技術を磨くところであって、卒業後の働き方などはあまり教えてもらえなかったように思います。なので、実際私を含め、働き方があまり上手じゃない人は多いんじゃないかなと思います。なので、演奏する場がないと私たちはお金をいただけません。で、急に演奏する場を奪われて困惑している音楽家は多いと思います。そのような人たちの保障を早くしてほしいなと、安心して仕事が休める環境を作ってほしいなというふうに思っていました。では最後に、ゆりえさんにとって音楽とは何ですか？はい、自分の言葉だと思います。言葉で言うのはちょっと恥ずかしいようなこととか、悲しいこととか、それをバイオリンで通すと人に伝えられるような気がします。なので、私にとっては言葉であり、なくてはならないものです。ありがとうございます。今回はバイオリニストの橋本ゆりえさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。